皆さんごきげんよう。国旗研企画委員で麗澤大学の特任教授の西岡勉です。実は昨日ですね、6月の13日に韓国の中央日報という新聞が、日本と北朝鮮がモンゴルで秘密接触をしていた、5月に秘密接触をしていたという記事を書きました。それに対してさまざまな情報が今飛び交っているところであります。当然まあ日本政府はコメントしないと、否定も肯定もしなかったわけでありますが、私も具体的な内容は知りませんが、まず私の知っていることとこの情報が一致することについて申し上げたいと思います。ご承知の通り、3月の26日に金与正朝鮮労働党副部長が談話を出して、日本とは一切交渉をしないと言いました。そして3月の29日にはチェ・ソンヒ外務大臣外相がやはり談話を出して、日本とは一切交渉しないと言いました。しかしこの5月に接触があったとすれば、その2人の談話、交渉をしない、接触をしないと言っていたものはブラフであって、実際は北朝鮮はまだ岸田訪朝を諦めていない、ということになります。私はその3月の時点から、これはブラフであって岸田訪朝のための接触は続くと申し上げてきたのですが、私のその主張が正しかったということになると思います。私も実は4月そして5月に日朝の秘密接触が行われているという情報は掴んでいました。しかし私が掴んでいる情報とこのモンゴルでの接触は一致しないです。だからこのモンゴルの接触については私は知っていることはありません。ただこの中央日報の報道によるとですね、北朝鮮側が偵察総局、外貨稼ぎ関係者の3人が参加したと言ってるんですけども、この偵察総局というのは軍の工作機関ですね。そして金正恩時代になって軍の工作機関が拡大して、拉致などやテロをやった党の工作機関が偵察総局に編入されたんですね。今かなり大きくなっています。それが出てきたということ、それから日本では政治家、それも有力な家門出身の政治家が入っていたというんですけれども、現段階で岸田首相が行おうとしているのは自分直轄の高いレベルの協議を行うと言っていますから、政治家を使うというのはちょっと考えにくいなと。そして、偵察総局が相手というのも考えにくいと思います。北朝鮮はこれまで対日交渉は、小泉訪朝の時は保衛部、国家保衛部が出てきていたんですね。そして表になれば外交部が出てきます。ですから何かあったとすると、岸田首相とは別のルートで、例えば朝鮮総連などを使ったルートで接触があった可能性もあるのかなと思っています。ただ具体的なことは私は分かりません。最初に申し上げたように、北朝鮮は岸田首相が自民党の総裁選挙を9月に迎えると、それ以降岸田政権が続くかどうか分からないという状況を十分分かった上で、岸田政権との日朝首脳会談をまだ諦めてもいないということであります。その背景は何かということですけれども、一番はですね、北朝鮮は苦しいんです。食糧難が続いていて、兵士たちが飢えて、夜兵士が強盗になるというような状況もあり、特に最近聞いた情報では地方が治安が大変乱れていると。地方で一般警察の安全員、政治警察の保衛員が殺されるというような事件が頻発化しています。
また今年の4月には近日成総合大学の卒業を間近にした学生たち70人が秘密組織を作ったということで捕まったと聞きました。このままでは国が大変なことになると、卒業した後さまざまな分野に行って、そしてそれぞれの分野で協力して国を変えようということを考えていたということでありますけれども、相当わさわさしていると。そういう中で、大規模な人道支援に魅力を感じているということです。もう一つは、これは菅政権の時以降日本政府が繰り返し北朝鮮に打ち込んでいることでありますが、親の世代の家族会のメンバーが亡くなった後被害者を日本に返しても日本から取りたいものは取れないということを金正恩政権の中枢は理解したということであります。そして昨年、めぐみさんのお母さんの早紀江さんが一度倒れて、入院して手術をしたことも彼らは知っています。親の世代の家族会メンバーは88歳の早紀江さんと95歳の有本恵子さんのお父さん明宏さんだけになっているということをよく知っています。彼らは今人質として拉致被害者を抱えているわけですが、使える期限が迫っているということが分かってきた。そしてそれについて岸田首相が一昨年から拉致問題は時間的制約のある人権問題だ、人道問題だと繰り返しメッセージを出したので、核ミサイル問題が進まない中拉致問題だけを先に進めて、まず人道支援や独自制裁解除という岸田首相が投げてきたカードを取って、その後核問題をアメリカと、特にトランプ政権を期待していますので、トランプ政権ができた時に核問題をアメリカと話し合って一定の合意にができた後、日本から大規模な経済協力を取ろうと、その2段階での対日政策を今金正恩政権は取って諦めていないということだと思っています。岸田政権は今のところ北朝鮮がもうやめるぞというような揺さぶりをかけてきても、拉致問題をきちんと水面下の交渉で出して、全員を返しなさいと、そうすれば人道支援や独自制裁解除ができるという原則的な立場の交渉をしていると思います。だから揺さぶりがかかってもその後交渉は続いているが結果が出ないんだと思います。結果が出ないことに焦って平壌に行くことを優先して安易に譲歩してもらいたくないと、今の岸田政権の原則を備えてほしいと思っています。今日は昨日韓国のメディアが報道しました、日本と北朝鮮が先月モンゴルで秘密接触をしていたという報道に関して私の見方をお話ししました。ありがとうございました。